それではですね、第4話の最後のお話をしましょう。インドの歴史をこうやっていました。前回まではですね、ムガル帝国っていう国が、まあ、バーブルさんが建国し、アイバクさんっていう人が発展をさせっていう話をしましたね。あるいは例えばタージマハールとかができたり、そういう話をしたんですが、まあここで一人のその人物を登場させるんですけど、この時に、ムガル帝国は最大になります。最大になるっていうのは一番最盛期とも言われるんですけども、ここからどうやらムガル帝国は衰退を始めていくということです。だから絶頂期は衰退期に等しい、こういうようなイメージを持てばいいと思います。第6代、の皇帝であるアウラングゼーブという人物ですね。これが帝国最大の インドがあると、アウラングゼーブさん、この領域はどのぐらいになるかというとですね、かなりヤクズっぽいんですけど、アウラングゼーブさんですね。南端を除く全土を統一した格好になります。なので、帝国最大のとか あるいは最盛期のっていうことが書いてあれば、このアウラングゼーブさんだと思ってください。しかしこの人、アウラングゼーブさんは あだ名がですね、祈る人というあだ名がついているぐらい熱心なイスラム教徒です。何かというと、このイスラム教徒、熱心なイスラム教徒だったがあまり、今までの皇帝が仲良くしようと努力してきたあの人たち、それは何かっていうと、今まで、一生懸命今までの皇帝が頑張ってきたヒンドゥー教徒と仲良くするという政策を捨てて、ヒンドゥー教徒を圧迫しにかかる、この人は熱心なイスラム教徒だったがためにですね、具体的には何をしたかというと、ジズヤを復活させたわけですね。
ジズヤというのは何かっていうと、アクバルさんという第3代目の皇帝、この人6代目、この人3代目ですね、この人が、イスラム教とヒンドゥー教を、仲良くというか融和するために、帝国を一つにするために、ヒンドゥー教に、ジズヤっていう税が課せられていたわけですね。これをジズヤっていうのは、この国の中で、イスラム教の国の中で、異教徒に異教徒にかけられる人頭税のことです。一人当たりいくら払うということですね。なのでヒンドゥー教徒は異教徒ですので、異教徒にかけられた人頭税を廃止すれば、ヒンドゥー教もイスラム教も税制的には税金的には一緒になるであろうと、こういうふうにしてイスラム教とヒンドゥー教の仲を良くしようと、ね、帝国に無用な混乱を引き起こさないようにしようと思ってたら、このアウラングゼーブさんがジズヤを復活しちゃったということですね。さあ、これによってですね、やっぱりヒンドゥー教、帝国内のヒンドゥー教徒はやっぱり怒りますよね。今まで税がいらなかったのに、税をかけられていくわけですのでね、なので、このヒンドゥー教勢力といえばこの辺りですね。この辺りにラージプートという勢力があり、ここから徐々に帝国が衰退をしていくっていう、その一つのきっかけになったわけです。イスラム教の王様としてはいいのかもしれないけれどもね、だんだん、そのあまり熱心にイスラム教を信仰するあまり心がちょっと狭くなって、少しずつ帝国は衰退に向かうということです。このアウラングゼーブが生きているうちは良かったのですが、その後ですね、アウラングゼーブが死んだ後、例えば、マラーター王国といわれる勢力、あるいは北西のシク教徒らが反乱を起こします。
もう要するにこのムガル帝国がまあ、いろんな勢力の反乱を支えきれなくなっていくということですね。これに乗っかってきたのが例えばイギリスやフランス勢力進出です。イギリスやフランスがインドを、まあ、植民地にしようとどんどんやってくるわけですね。その前にはポルトガル、例えばバスコダガマが到着し、インドという地をにその到達をし、よし私も行こう私も行こうということでイギリス勢力やフランス勢力がどんどん入ってくるわけですね。そういう過程を経て、ムガル帝国はどん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 衰退していくということになります。流れとしてはここまでです。この後は19話に続きます。イギリス勢力フランス勢力がやってきて、インドがどのように変わっていったか、そして、まあ、イギリスの支配下に入り、その後独立を求めてガンジーなどが登場するというのが19話のあらすじになりますので、この後は19話を見てください。ただですね、このムガル帝国の文化のことをちょっと触れておきたいと思いますので、もうちょっと続けますと、このムガル帝国をはじめインドに国家を作ったイスラム教徒が作った文化を、まあ、その名もインドイスラム文化と言いますね。例えばこの中で、出てくるものは例えば絵画であれば、ムガル絵画と言われる、ミニアチュール、細密画ですね。これは細密画がよく描かれるようになります。あるいはこのムガル帝国に取り込まれたヒンドゥー教徒たち、このラージプート、このラージプートに古くから伝わる、ね、伝統的な絵画もあり、こうした絵画をラージプート絵画と言います。伝統的な絵画ですね。建築ではやはり タージマハルですね。行ってみたいですね。まだ行ったことはないんですけれども、まあ、行くチャンスを逃したんですけれども、実は行く予定だった時に、まあ、尖閣諸島のこれ話しましたかな、尖閣諸島の問題の煽りを受けてですね、中国東方航空が運休になってしまって、結局行けなかった、ね、インドに行けなかったわけですね。残念、タージマハルです。飛行機のチケットまで取ってホテルも取って、これだからね、なかなか海外旅行っていうのは難しいもんだなと思います。タージマハル、アグラという地にありますね。デリーからアグラまでのね、電車も通ったのにね、行けなかったんです。これをタージマハルを建築した皇帝はシャージャハンという人物ですね。はい、アクバルさんを中心にイスラムとヒンドゥーの融和を図ったこのムガル帝国ですので、
宗教も教とヒンドゥー教というのが二大宗教に加え、イスラム教とヒンドゥー教を融合させるっていうのはなかなかね、イスラム教とヒンドゥー教とこう向かってる先がこうバラバラなんで、なかなかちょっと言えないんですけれども、なんかこう なんて言えばいいんでしょうかね、まあ、どちらかというとイスラム教より一神教よりな感じはしますけれども、そういう宗教を長くがそうしました。そしてインドの北西ですね、パンジャーブ地方にインド信者を拡大させていきます。そして言語的には新しく語という言葉が成立します。イランのペルシャ語とインドのヒンディー語、の融合が見られるということですね。インドにとって、イスラム教っていうのは、まあ、中近東のあたりからやってきた、よそからやってきた宗教なわけですね。なので、入ってきたら融合が起き、入ってきたら融合が起きるっていうところが文化の特徴になってます。なので絵画の方も伝統的なものと新しいものが並存するという感じになります。はい、これで、第4話インドは全て終わりです。インドの歴史は中級話に続きます。そして、話そのものは第5話の中国、いよいよ中国に入っていきたいと思います。インドは4話と19話なので、先に4話と19話を全部見てインド史を抑えて他に行くっていう手もありだと思います。今回はここまでです。